皆さんどうもヤソでございます。今回ご紹介するアイテムはこちら、カール・フォン・リンネから発売されたロングコートのレビューをさせていただきたいと思います。今回ご紹介するブランド、カール・フォン・リンネ、皆さんご存知でしょうか。こちら今年の夏にできた新しいブランドでして、知らない方も多いのではないかと思います。簡単にご説明させていただきます。カール・フォン・リンネとは、芸能人 YouTuber としてトップクラスのチャンネル登録者数を誇る人気お笑いコンビ、オリエンタルラジオオリラジの中田敦彦さんがサステナブルをコンセプトに立ち上げたブランドでございます。日本の生産者を守るアパレル界の下町ロケットを目指すというコンセプトを掲げ、消費者への透明性を約束し、原価率や原料、生産者を開示するといったブランドコンセプトをもとに、今年の8月に正式発表されたブランドでございます。こちら詳しくは中田さんの YouTube 大学カール・フォン・リンネの公式サイトをご覧になってください。その第1弾で発売されましたのがこのロングコートでございます。発表後速完してしまいましたし、完全受注生産、さらにはネットのみの販売ということで、どれほどのクオリティのアイテムなのか気になっている方も非常に多いのではないかと思います。こちら本音を交えながらご紹介できればと思います。このチャンネルでは今回のように、僕が注目しているブランドや ZOZO タウンで販売されているアイテムのレビュー、着こなしについてご紹介させていただいております。こういう服が欲しいけど組み合わせがわからないという人や、色合わせがわからないという方は、ぜひチャンネル登録をしていただき、今後の動画を見ていただけると嬉しいです。またわからないことや質問、リクエストなどがございましたら、コメントしていただければ答えることもできますので、コメントの方もよろしくお願いいたします。それではアイテムについて見ていきましょう。はい、改めまして、今回ご紹介するのがカール・フォン・リンネから販売されたロングコートでございます。価格は 29,700 円、カラーはブラックとチェックの2色、サイズは M と L の2サイズ展開となっておりまして、僕が今回購入したのはチェックの L サイズでございます。はい、では次にアイテムの具体的な特徴について見ていきましょう。まずは色味ですね。暗めの複数の色が混ざったブラウン、そして少しベージュ調の色味になっていて、トレンドを抑えつつ幅広いターゲット層に向けた色味になっています。続いて実際に着てみたサイズ感ですが、 L サイズを 181cm の僕が着ると丈が膝下ぐらいになりました。このサイズ感は個人的に非常にポイントが高いです。僕ぐらいの身長だと、ブランドによってはですね、 L サイズのコートでも丈が膝上になってしまっていたり、肩周りが狭かったりと、サイズの悩みが結構あったりします。今回もそんな不安があったのですが、ベストなサイズでした。身幅も大きめで、スタイルに自信がないという方でも気軽に着れそうな印象です。続いてディティールですが、第1弾のアイテムだから今回控えめになると思っていたのですが、かなり特徴がありました。まずは襟の部分ですね。かなりボリュームがあります。こちら襟の厚みがあるので、しっかり立たせることもできて、寒い日の防寒対策になるだけでなく、アイテム自身の顔を一気に変えることができる面白いポイントでございます。襟の他にもボタンや袖口の部分だったり、細かな部分のサイズがワンサイズ大きくなっていて、コート1枚でかなり個性が出せるという印象でした。個性的なアイテムということで、マフラーやバッグなどの小物と合わせる際は、黒やネイビーといった落ち着いた配色のアイテムと合わせた方が良さそうです。最後に生地感ですが、厚みはしっかりあって、秋冬用のアウターとしてしっかりと機能しそうな印象でした。重量感がしっかりめにあるので、むやみにアンダーを着込むことは避けた方がいいかもしれません。サステナブルをコンセプトに作られたこちらのアイテムですが、これが 29,700 円は非常にコスパがいいと思いました。ブランドのやる気を感じられるアイテムだと思います。続いてはこちらのアイテムを使ったコーディネートを見ていただきたいと思います。それではどうぞ。
はい、カールフォンリンネロングコートを使ったコーディネートをいくつか組ませていただきました。参考になるコーデがありましたら幸いです。実際にコーデを組んだ感想といたしましては、価格品質ともにとても満足できるアイテムだと思いました。春夏 SS のアイテムも楽しみですね。それでは今回の動画は以上とさせていただきます。 YouTube の他にもですね、 Instagram やファッションアプリ Wear で活動しておりますので、そちらもよかったら見に来てください。ご視聴ありがとうございました。では